ジョバンニ・バティスタ・トロッティは、イタリアル・ネッサンス・後期の画家である。主にピアチェンツァ、パルマ、及び、故郷のクレモナで活動した。マロッソの名でも知られる。クレモナでは、トロッティは、当初、ベルナルディーノカンピの弟子であり、トロッティは、彼の名と結婚した。彼は、パルマのパラッツォ・デイジャルディーノを装飾した。クレモナ大聖堂では、卓形を制作した。 1587年から、クレモナのサン・ピエトロ・アルポー教会の装飾事業に参加し、エジプトの聖マリアを制作した。同じく、クレモナのサン・ドミニコ教会では、洗礼者、ヨハネの残首を制作し、ピア・エンツァでは、アッシジの聖フランチェスコ教会とサンタゴスティーノ教会で描いた。彼は、アゴスティーノカラッチと共に、パルマの宮廷で雇われたが、カラッチは、 トロッティを嫌って、マロッソと呼んだ。1601年から没するまでの間、トロッティは、パルマのファルネーゼ家で、宮廷画家を務めた。トロッティの他の絵画には、ピンチェンツ屋のサンフランチェスコ・グランデ協会の、無限在の親鳥、現在はブレラ美術学院に所蔵されている、十字架工科、がある。カンピによるデザインで、サンタ・ボンディオ教会のクーポラに、フレスコ画を制作した。 これらの絵画によって、トロッティはカバリエールの称号を与えられた。彼の最後の作品の一つは、クレモナのサンジョバンニの牧教会のピエタである。弟子には、ステファノ・ランブリ、フランチェスコ・スペルティ、ジュリオ・カルビ、クリストフォロ・アゴスタがいた。ありがとうございます。